説明しよう。ストリーマーグラセフとは仮想都市ロスサントスの一住民として第2の人生を歩むストリーマーサーバーである。住民たちはさまざまな職に就きキャラクターになりきり生活をしている。今回私は日本で組長をしていた東部テルキに召集され、この町へと降り立った。もしもし、こちら犯罪者。違うだろ。嘘だ。びっくりした。反響何時に出んだ？いや、何も決めてない。何も決めてない。分かった。了解した。じゃあ大丈夫だ。あ、何が？いや、何でもない。大丈夫。あ、そう。うん、またな。はい。はい、もしもし。はい、もしもし、おるか。どうした？はいは何してんだ？今、車が、出れないところに入っちゃって、ドリーを呼んでるところだ。え、そうなのか。ちょっと班に用事あってさ。うん。手空いたら教えてくれ。分かった。ああ、何食ってんだ。うどんショー。なんでショーなんだ。小食なのか。いや、うどんショーと牛丼ショー。贅沢セットだな。そう、両方食うんだ、今日は。いいな、贅沢だ。じゃあ、後で電話するわ、じゃあ。うん、そうしてくれ。はーい。母さん、親子丼じゃないの？うん、親子丼ショーとうどんショーだ。なんで牛丼って嘘ついたの？え、親子丼って言ったじゃん。え、今牛丼って言ってたよ、ハンさん電話で。え、牛丼って言ってた？言ってた。あ、ごめん、俺牛丼と親子丼どっちでもよくて、多分なんか適当にうんって言っちゃった。めちゃめちゃおもろい。めっちゃ適当じゃん。あ、もしもし。もしもし、アドミゲス、ハン。あ、ハン。どうした？大丈夫か？うん。今どこにいんだ？今レギオン。じゃ、レギオンに行く。分かった。うん、ちょっと待っててくれ。分かった。えよー。おお、早かったな。すまん、寒いのに。早かったか？うん、なんか雪降ってるし、地面凍ってるから、あと5時間ぐらいかかると思ってた。ほんまか。ちょっと待ってな。うん、大丈夫。これをやる。え、何もらったの俺、これ。何もらったと思う？これか？え、どうしたんだ。どうしたんだ、おるか。ちょっと待って待って待って。何？どうしたんだ。礼だよ。1億円もらったから、その1億円で車買ってカスタムしてきた。何言ってんだお前。自分で使っていいんだよ。ハンにプレゼントしたかったんだ、おるかが。そうか。そう、いつもありがとう。いい子だな。いい子だな、お前はな。そんなことないよ。そんなもう自分で使ってよかったのに、好きなように。いや、オルカはいつも世話になってるから、何か返したいと思っていたんだ、常々。でもこの車乗ってなんか犯罪現場から立ち去ってたら嫌だろう。え、やば、あれはハンだって一目で判断つくな。それはそうだな。あれはハンの車な。そうだ、まあ、犯罪できるほど早く200も出ないしな。いや、俺は車さえ乗ってれば何でもできるからな。雪さえ降ってなければだが。そう、これオルカとな、オルカがもともとな、これの黄色い車乗っててな。無線で俺に無線でできる？あ、いや、サバゲーやろうかなと思って、このまま。ある、頑張ってな。あ、超な、お気に入りだったからな、ハンにも買った。ありがとうな。え、その黄色い車まだ乗ってるのか？黄色い車いつも乗ってる。あ、そうなんだ。そう、今インパウンドされてるけど。なんでだ。何したんだよ。ちょっと今日いろいろおかしくてな。あ、そうか。ちょっと雪道とかいろいろあってインパウンドされてるけど。そうだからこれ。いい子だな。あ、そんなことない。歯をな、イメージしてな、カスタムした。そっか。うん。わ、ありがとうな。そうかな。うわ。そっか、うわ。どうした？いや、ハンのお金だぞ、なんなら、だって。いやいや、でも俺はもう一旦あげたお金はもう俺のじゃないからな、別に。ほら、いなくなったらダメだぞ。うん。身辺整理するな。身辺整理してないぞ。大丈夫だぞ。うん、してない。犯罪者お金いっぱい必要なのに、今。そんな、だってあれ最後、猫マンゴーにも1億円あげるつもりだっただろ？猫マンゴーにはそうだな。そう、あったら3億だよ、3億。猫マンゴーはでも別に、誰でも多分あげるぞ。おかえりっつって心配するよ、それは。あ、いや、ギャンがいっぱいお金あるからいいんだ。大丈夫だ。それならいいんだけどな。うん、そうだから、なんかこう、どうだろう。まあなんか使ってくれ、日頃から。もしよかったら使うわ。ありがとうな、オルカ。うん、気が向いた時に。うん、警察まで送るよ。じゃあ、死んでだろうから。やった、ありがとう。大丈夫か？何がほらか、もしかして引きずり下ろしたか今。いや、蹴られてた今。あれごめん。おかしいな。これ比較的運転しやすいからな、世の中の車の中で。気になった。こんな車をオルカからもらうことがあるのか、すごいな。お、なんだ？あ、そうだ、サスペンションだけさ、わかんなくてつけてないからさ。あ、俺はサスペンションつけない族だ、大丈夫だ。そうだよな、オルカもつけない族なんだ。オッケー、じゃあそれなら大丈夫だ。うん、ありがとうな、大事にするわ。うん、いつもありがとうな、またよろしくな。うん、またな。遊ぼうな、オルカと。うん、遊ぼうな。遊ぶ。じゃあちょっとでかいとこ行ってくるわ。うん、行ってらっしゃい。急げ。あ、FV 行きづら。本島冬眠しづらい。冬眠しづらくなっちゃった。アンダーネオンまで入ってる。あ、すげえ。なんとムキムキにカッサムされてるじゃん。もうオルカとおそろだ。あ、名前変えよう、名前。オルカーです。今日からこの車の名前はオルカーです。さっきに言ってやる。さすがに追いかけるしかない。まあ、どこで何してんのそれ。乗馬スクール。ああ。馬がもう止まんないこいつ。馬に嫌われたん。なんか引っかかったから殴ったら逃げ始めた。殴ったからだろ。え、こいつもう止まんないんだけど。シュガーペに自慢しに行こう。え、200出るじゃん。え、200出ますやん。なんか追いついたから殴り殺した。追いついたから殴り殺したの。やばい。追いついたなら乗ればよくないか。早めのクリスマスプレゼントだな。見てこの車、ペオ。これかっこいいね。何これ。オルカからもらった。あ、これか。さっき見たわ、オルカがカスタムしてんの。なんで？あんまりちょっと言いにくいけどな、日頃のな、お礼もな、しないといけないなと思っててな、缶は何がいいかなと思ったら、まあ、やっぱ車だろうなってなったから車あげるって。え、かっこいい、なんかハンサムっぽいね。色もいいね、紫で。そう、ちゃんとカスタムまでしてくれたらしい。なんかすげえ悩んでるの見かけたよ、俺 BMC で。けなげだな。オルカも同じ車乗ってるんだってさ。この間なんかね、甘酸っぱいことしてないみたいなこと言ってたけど、十分してるじゃないですか。シュガーピまだ帰ってきてないから言うけど、今日の銀行強盗でお金配るやつやってちょっともらいすぎたからっていうことで車にして返してくれた。あ、そういうことなんだ。うん、でもちょっとシュガーピにはちょっと事実を曲げて伝えてみようかなって。あ、いいね。どんな反応するやろなあいつ。そのためにここまで来た。わざ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 牧場まで。パパゲー歪んでて殴り殺してんのに。あ、殴り殺し女来た。これ見て、この車かっこいい。オルカからもらった。なんでどこいるって言ってレギオンいるって言ったら来て、なんかな、普段からな、なんかいろいろやってくれてるし、俺はな、しないとないけないと思ってたんだけどな、さんは何がいいかなって思ったら車だったからな、ちょっと恥ずかしいけど車あげるなって。そういう反応なんだ。なんかハイのこと好きなのかな。え、なんかシガピとお休み電話するのにハイのことが好きだったのかな。え、今度聞いてみよう。え、この車いくらなの？え、知らない、わかんない、俺買ってないもん。なんかカスタムまでしてくれたんだ、ほら色とか。あ、そのライトの色もそう？そう、全部俺何も触ってない。そうなんだ、めっちゃ可愛い。え、マジ？オイラーってなんだって言う。オイラーってなんだっていうレベルなのにちゃんとカスタムをして持ってきたってこと？そう。自分のためのカスタムじゃなくて、右スのためにこれはなんだなんだって言いながらカスタムしたってこと？そういうこと。え、ちょっと待って。え、いや、オルカ可愛いな。え、好きなんじゃない？え、聞いてみる？あとはオルカもね、この車持ってるんだって、黄色のやつ。揃えらしい。え、キリンキキュインキュインキュインってことごめんごめん、もう本当のこと言うわ。銀行強盗したんだけど、みんなにねお金を配って1円か100万か1000万か1億かみたいなで、その振り込まれた反応でいくらか当てろみたいな。はい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 、うん、でオルカに1億やったんだはいはいはいのお返しだってなるほどね、もらいすぎだったから、うん、それにしてもカスタムして返してくるの、しかもさ、ハンがさ車が喜ぶんじゃないかっていうところまで考えてんの可愛すぎんか。可愛いよな。可愛い。なんか嫉妬するかなと思って話したけど、なんかオルカの行動が可愛いの方になっちゃったな。血が気の中で。だってオルカが好きな人がいるんだったらそれを応援するしかないだろう。オルカはな、まだな、そういうのな、よくわかんないんだって言いそう。確かに。言いそう。オルカはみんなのことが大好きだぞ。可愛い。これカスタムしてきたんだオルカ。うん。でオルカから入ってるかわよ。あれですか、これから銀行強盗です。いや、なんでこれなんですか。いや、なんか速そうな車できたから。いや、これね、新しいやつ、これね、あれなの、オルカにもらったんだ。いいですね、もらったんだ。え、そういう関係どうだろう。ああ、いや、なんか、はい、今日のこちはんのなんか、なんだろう、まあお釣り的な感じ。ああ、なるほど、うん、そういう感じ。あれ、丸見てこの車。あれ、そんなことあれ、オルカにもらった。金が詰まってるんじゃないか。違うよ、これはどこに入れてんだよ。お泊まりしたからさ、ここでお泊まりしたからさ、ここに入れてんだよ、かわいいな。そうなのか、そこでお泊まりしたから着替えを持ってきただけだよ。もし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 、ゲスです。あ、どうもどうも。どう、落ち着いた？今一旦、まあ落ち着きはしましたね。どうしました？オッケー、じゃあどこいる？あ、今病院前いますよ。あ、病院前の、オッケーオッケー、行くわ。あ、両方室。これ S ちゃん？あ、早い。あ、どうも。どうしました？この車どう思う？かっこいいっすね。おー、いい感じ？いいと思いますよ。車を見せたいってことですか？あ、そうそう、この車見せたかったよね。ああ、いいっすね、かっこよくて。うん、これね、もらいもんなんだよね。もらいもん。うん。オルカからもらったんだけどさ。なるほど。あ、そう。いいな。あ、そういう関係なのか、もしかして。いや、全然そんなことは。はい、全然そんなことはないけど。ああ、なるほどな。うん、でもなんかプレゼントってくれたんだよね。ああ、よかったじゃないかな、それ。うん、なんかオルカもこの車持ってるんだって。うん、黄色のやつ持ってるらしいわ。優しいからな、あいつな。ね、なんかいろいろ私のことなってんじゃないかね。なんであいつは結構ね、優しいから、なんか渡したくなったんじゃないかな。ああ、なるほどね。でもなんで急にくれたんだろうな。まあ、お金余裕あるんじゃないか。やっぱり警察とかってあんまりお金の使い道とかそういう結構あるわけじゃないからさ。ああ、まあ確かにあんま使い道ないよね。うん、そうだよ。別にでもなんかね、自分でヘリとか買ったりしてもいいのにね。まあわかんないけど、まあそれだったらあげようって思ったんじゃないか。ああ、お金結構余裕あったんだろうな、多分な。みんななんかいつももらってんのか？まあ俺もちょこちょこもらったりとかしてるし。あ、じゃあまあ何の車もらったの？車とかじゃないけど。ああ、車とかじゃないんだ。うん。そうだ、カスタムしてくれてたんだよな。カスタム。うん。これ俺がやったわけじゃなくて、これカスタム。ああ、なるほど。うん。そんな仲いいんだな。あ、まあなんだろうな。不動場前の銀行をやるときによく顔合わせるな。あとまあ一緒にフリスビーしたりしたな。キノコ狩りとか。まあいいんじゃないか、ね、仲良くするのね。別に警察であれ誰であれ人間だったらまあ悪いことじゃないからさ。うん。いや、なんかほら、その急にね、一応警察からギャングにプレゼントだからさ。まあ確かにね。なんか他の人もこういうことあんのかなと思って。ああ、まあ俺。まあ服とか物とかは結構ね、なんかお揃いにしようみたいな言われることはね、あったけどね。でもまあそんなのかな。まあちょっと車の贈り物とかよくあんのかなって思って聞いただけよ。なるほどな。うん。でまあないってことだったから。うん。わかかまた会う約束するから、またその時にもしかしたら俺のことにおじいかもしれんから、また。なんで。俺のことをなんか、お絵描きしようとか言ってきたから、まあその時なんかあるかもしれんし、この先というか、まあ明日、明後日、まあ今度しあさって、まあこれからいろいろこの街に来てくれたけど、そういう時にもしかしたらあるかもしれないし、またその時もしかしたら出したりとかあるかもしれないから。会う予定がじゃあ明日、明後日とかにあってってこと？仮にね、あったらってことね。なんだろ、別になんかまあ仲いいだけだし、まあなんかどうとかって話じゃないし。俺たまたま会ったってわけじゃなくて電話で呼ばれたんだよな。電話で呼ばれた。うん、たまたま会ったわけじゃないんだよ。俺もなんか今日電話かかってきた。そっか。で呼ばれちゃった電話で。なんかね、指名手配なのに、今日悪いことしてないかみたいな言ってきて、何言ってんだこいつって。指名手配なのかってね。なるほどね。びっくりしたよ。そっか。俺もびっくりしたわ。急に車くれたから。まあ、そんだけよ。またね、じゃあ。俺も多分近いとこしか車とかもあるかもしれないし。ヘイトも結構俺持ってるから、そういう分、あるかもしれないから。そうだね。まあ、ちょっとね、そう、よくあることなのか気になっただけよ。大丈夫。俺もよく、今後よくあることになるかもしれないし。そうだね。よくあることになり得る。可能性もある。なり得る。っていう感じであるよね、やっぱり実際。そっか。そうだよね。もう病院前まで送ろうか？大丈夫そう？まあ、一応、心の病院まで。ちょっとカウンセラーのとこまで向かいますね。ありがとうございました。早い降りるのが早い。死ぬ。早っ降りるの早っポキポキだったな。大丈夫だぞ S、 大丈夫だ。俺の中でこの車はおじちゃんなんだ。おじちゃんないつもないろんなところ連れてってくれたり遊んでくれるから似顔絵描いたんだ。おおすごいな似顔絵。もうよく描けてるじゃないか。おじさんにこの似顔絵あげる。ありがとうな。飾っとくな。大事にしてくれよな。だから。